それ行けメッセンジャーこんにちはメッセンジャーグ田ですどうもこんにちはメッセンジャーアイハルですこんにちは梅山あかねですええもう九月ももう終わりですねああもう9月も終わりですか早いなもうほんまにあのあっちゅう前ねなあっという間ですね三分の二が終わってんねやああそうですよねそうですね。いやほんまもうこれあっという間また正月苦しいな早いもう正月の話もしだすからねいやもうだって先週はほらまあおせちもうな出てる予約になりましたしな 8月の盆のあたりでマネージャーがやってきて、年末の予定はどうですかねって聞いてると、まだ分からんじゃん、えー、しかもこの、ちょっと早い<の>、ね、コロナ禍の中の,この状況どうなるか全く分からへんから <laughs> でもなんかなあこうなんや、ワクチン打った証明したら海外行ったり、はい、沖縄行ってもええみたいなことも言ってるし、まだそれも本決まりじゃないし、よくわかりませんけど、ね、まだ情勢がね、国一国で変わってきますから、ね、まあこれまだ,まだあの首相も決まってないし、まあ だから一回この菅政権で緊急事態宣言を終わらせたいみたいにね一<ー>回解除にしてまたまっさらでやるんでしょうね,まねでまたこう上がってくるもちろん上が,上がってくるんでしょう<ー> <laughs> なんか笑い事ではないですけどもあとあれやなあのー、今ものすごい関心あるんですけども<う>、はい、やっぱ僕,僕はね<う>あの小室圭さん 髪の毛長なってたねー。首 <laughs> 小室圭さん。あれなんなんなんか、翻訳。風にやられたんかなか、ね、いや、アメリカじゃないやろ。でも、なんか輪ゴムかなんかでくくってたやろ。いや、でもやっぱりその、超発を、侍の,の意味じゃないのあれ。武田哲也的な意味なのあれ。いや、知らんけど、なんかグってくくってたやな。なんか、超発論言でくくってたんかな。 いやや結婚はもう決定したんでししょ決定して皇族のね方をまあ自分のね、うん、まあ嫁さんにするわけですから、うんはい、やっぱある程度もうちょっとこうねすっきりされてくるんかなと思いきや、うん、まさかの直撃した方も悪いかしらんでも 直撃されるわいな、こんなものこれは普通の、言うたら、その辺にある、その芸能の、そのゴシップとまたわけが違うわい。でしょ国民の関心のね。関心もあるし、まあもちろんね、言うたら今後この、皇族の時を税金で、まあ任ったものが今後その1億五千万で、え、警備をね、こうするための、あの、なんぼそのね、眞子様が、あの、一般市民になれたとしても、要は、そういうわけに意見がね、やっぱりその一億五千万 というお金を渡して、これで警備の方をお願いしますよというお金なんよね、うんうんまあ、いわゆる皇族の品を保つためね、そ<う>うなかなか安いスーパーでしいりするので、はい、それは結局、それ以外にお金を使うということはできないので、うん、なそれはもうい、うん、違法になるんですって、だからそのためだけ使ってくれとだね、うん、例えばガードマンをやるととか、あはい、例えば、ま、借りたマンションの、<ー>借りたマンションのお金はだめですよ。 借りたマンションのところに、例えばすごい、こう、防犯の何かをつけるだとか、ね、セキュリティの問題とか、そ,そ,そうは、それはかかるわ、うん。で、それをのんための1億5千万やけども、それをまあ別で回すんちゃうかってこれは無理な話な。これはできないんですよ。はい、やったらやったって、何に使ったか全部形状せなあかんわけやから、あの、よく巷で言われてるね、うん、それをなんかうまいこと回してお金渡すんちゃうかとかいうのなことはなわけな、ないかへんと。はい、いや、いかへんとしてもさ、その、 なんと言ったの急にね。うん、急にイヤホン、その、直撃されてな。<laughs> 急にイヤホンに、うん、挑発にその。<laughs> ポケットで突っ込んで、おいおいおい、たたたたた、たった一ヶ月ぐらいでそんなのなんのかみたいなとこあるやんか。お前どどっちなんみたいな。な最初になんか婚約会見がなさった時に、ものすごい品欲くて、うん、そうやね。いろいろしろくてな。一番初めな。ぴったりの方だわーと思ってまあいろいろエピソードあって、今回こうアメリカの風に吹かれて挑発で帰ってきた時、やっぱあれいやいや違うだからあれがアメリカの風なのか。<laughs> 元来、もともとそっちやったのを隠してたみたいな、あ,<ー>あるやんか。は、うん、い。分かれへん、はい、どっちかい。いろんな、あの、噂はある人ですよね。 いろんな噂はある人でそれは本当かどうか分かりませんけどもそうそうだからまあまあ昔チャラチャラしたことはドクター例えば婚女性が「好きや」とか婚約者が前におってどうのこうのとかまあまあそのかれはねま国民のわれわれ一般国民もねそれはあの裏らいの年になってさ別に遺族社会におってさそんな普通勉強とスポーツしかやってきませんでしたってそりゃないわそれは分かっとるけど。 あの、そういうキャラなら、そういうキャラで、キャラ突き通してほしいやん。ある意味ね。そうやろまあ、簡単に言うたらさ、高校の時の、あの、夏休みで、高1の時の夏休みで、夏休み開けたら、お前、そんなやつちゃうかったやんけ、みたいな。いまた、いまおい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 、お前、お前、急にね、急に、セブンスターとか吸ってるやん、え、何自分のこと、あたいって言い出してる。あたいあばずれたな、なんか たまにあるじゃないですか、まあ、それに見えて、ショックを受けてるの、ショックなのか、かどっちかやな。もともと、そうやって、やらが言うてるみたいに、そ,いはい、その期間だけは、そうしてたかもしれないしな。そうなんだわから、ね、分かれへんやん。ですよね。だから、アメリカって自由やから、例えばさ、例えばやけど、 どんなにすごい人でもタトゥー入っててもそれがおかしいなんて言われへんやん1個そのまあ考えとあれはえっとフジ、えっとえー、テレビかなフジ、うん、テレビがなんか追っかけあったでしょあの追っかけたあの女性のが女性の女性の女性のあのってこれ一般の雑誘みたいにねはい、はい、まあ例えば a さんと b さんと女優さんと俳優さんがアイドル同士がでこれでまあ言ってみればプレイベートな問題わかるやんか、うん、だからそれを聞かれてバーっと逃げるもわかるけど、はい、なんかさ もう分かってるやん、追っかけられんの、そんなもの。そうですね。追っかけられんの、絶対追っかけられるやん。せや、はい、のに、あの挑発っていうのは、<laughs> もう、もう不良になったと思うす。<laughs> <laughs> 自分,<あ>自分として考えたら <laughs> 追っかけられるのはもう嫌でしょ、まあ、家のことで根掘り葉掘り聞かれるのも嫌やしう、ね、そうやったら、まあ、正直ホテルかなんかでさもう閉じこもっててもええやんか<ー>その記者会見まではちょっとその緻密な作戦でこう,こう言われたらこう言おうかなとか,、うん、なんかそんなもんも考えて<や>あれ見たらちょっとやっぱりその。 あんまりよくは映るんな、ね、いでだ,だ,だって言うてみはさ、国民のか、まあ、関心ある物事じゃないですか。しかもずーっと引っ張ってきたそうやん。で、引っ張りがもっと長いからさ。<い>ほんならなで、引っ張ってる間にポコポコポコ別の情報出てくるから、<laughs> 何がどうでで分かるようになってくる、ね、<laughs> なんで、それは聞かれて当然で、あれで無視するっていうのは、俺は正直言て、 ありえへんと思今はちょっとお答えしな、しかねますけども。そうや、一言でもええやん。まあ、どっかの場所でしっかりとまたお答えさせていただきます。失礼します。そうや。とかね。それでええねかっこいいですよね。それでええねん。ね。それが、急に挑発で、お前イヤホンつけてポケットって突んでやな。喋らんってなったら。 おいおいお前今までのちゃッ態度ちゃなんかあえて悪目立ちというかね。はい。だ不良になったと思った。きっちりだ。本番立って、いやちょっとこういう道端でお話するのもあれですから。あめです。でも逆に言ったら道端歩くだよってなってくるかもしれない。いやだから歩いてもええねんって。ただ絶対に聞かれるんよ。聞かれる。分かってますよしかもマークされてパーセントやん。マークされてるからね。そうや。悪いとかえとかより、いややっぱり答えな無理よそれ。そうですね。 答えは無理です。答えは無理よ。それは、あの、街歩いてたら、そら、来るわな。そら、どういう話し合いがあったか知らんよ。その、分かれへんで、俺らなんか、その、僕らみたいなね、平民はわかりませんけども、要はその、とこの中でな、その、何も答えるなっていう話かもしれんやんか。でも、それでも、相原が言うたみたいに、ほんまに、あ、今ちょっとね、あの、記者会見も何も喋るなっていうことを、もう、あの、いろいろあるせでお騒がせしております。すいません。そう言うや、ええけどさ。 急にその武武士<そ>武士なるあれかなもうちょっと予定してた散髪の時間が近かったんだ <laughs> <laughs> ちょ,うどちょうどもう,ょう,どもうだいぶだいぶ長かっただいぶ長かったもうこれはあかんわよくまあまあ綺麗にかかれとったような気がするんだよな <laughs> そ,れそれささっさと切っとけよ <laughs> 帰ってくる前に切っとけよ話だけどね <laughs> いやあれがだから自分の主張なの自事故主張なんですよいやで,もでもねなかなかそういだな,な 背景あるやんか。はい、そん時に、また、前みたいにビシッとしても、いや、そら国民はな、いや、嘘つけてないやんかと。か説得力がちょっと。しっかり長いからね、まあ長いことが悪いか悪いことないけど、悪いことはいよ。全然ええよ。全然ええねんけど、うん、やっぱちょっと、そういうね、公の場所でって、やっぱり日本人って気にするやんか。なんかスノーボーダーがズボンずらしてさ、<ー>行く時も別に、あれはあれで悪くないけど、こういう時はちゃんとしようよ。 乗ってるがなんかなすっごい衝撃,衝撃やったもん、私、衝撃はなかったお前髪の毛俺。 いやいやびっくりしてん。いやいやあのー、西宮の野々村議員が、急に裁判の時に、あのー、ハゲてたって言う時ぐらい衝撃あって、<laughs> あのー、それ、それ、あの、もういい、もういいじゃないですかじゃないけど、あの時にやっとったらええそっちの方に行くから、<laughs> そ,ね、その、審議はともかくそっちに行くから、<laughs> ね、裁判の時の前に行けっていやいや、<laughs> それもあれ、あれ、イラストやったやで、ね、みんなが、おやおやって思って。<laughs> リアルやわー思って。イラ, <laughs> イラストやったら、もう、毛 <laughs> 書いといたれやんと思いで。<laughs> 逆に言うとそういう皮膚が目指す目そ立つやつが、うんそこは別に裁判関係ないわけやかほんな髪の毛もしそうやとしたらもうあの当時のお前早い人いだってくれよとその拘置所か何か分かりません裁判所か何か分かりませんけどその時にこうボディーチェックとかあるんでしょうねそうかもしれんけどあのイラストレーターにはその真実を伝えるのは分かるよもうそうやわかるでもさおっさみしいおとぎ言わないの 勇ましくは書かれへんかたんじゃやっぱりな <laughs> より <laughs> より反省してるってなるからねそ,<う> <laughs> いやそれやったらね<う>あの坊主あのゴム狩りにしましたとか言ったら分かるけど、うん もうないやん、あのイラストやったそれを言えた黒田さんのね、不良になったんちゃうかっていうよりも、ある種のやで、もう、あの態度もそうなんですよ。決意のあるあるかもしれんよ。なるほどな。高速の方を奥さんにもらいますけど、私は私の心情で、髪の毛もこのままやし。いや、ええよ。もう、で、行きます。もう、言われたことも答えへんしということなんかなと思った。で、ええね俺それでも。だって自由やねんから、別に服装もない。ならばね、 その雰囲気で、もともとの記者会見もやってくれっ一番最初の。一番最初の。宮様は。そうやって言うてたのに、出てきたらどん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 そういうの出てくるしさ、お金の問題がな、どうのこうのって言うてけど、正直な人そんな知らんやん。まあ、お母さんのことやから、正直な話。もうたかもうたや、それ知らんがな、もう、正直なそれどうでもええやんかと。 思っちゃうねん。ねっだって,おいらだってお関係ないそんん、はい、やろそ,うです、ね、そこは400万借りたか借りてへんかおいら知らんがな、うん、だからただ言うてると、あーの髪型とかの風体とかああいう感じであんねんやったらもともとそうであって欲しかったんよ記者会見の時からものすごい大股開いてな <laughs> もとそうだった時にさ「お <laughs> みたいな <laughs> まあ言うたら上皇様の初孫やんかマーカさで,で、その時にもう避難のすべてを浴びてそうそうそう,そう浴びてそ<う>でももうそれでもいいんだって そうやね秋篠宮様も、そう。あの子は、ああいう子なんだよ。そうやねだから、有原がさっき言うたみたいに、初め見たときに、いや、良かったな。一日中ア初めはみんな、あこういう方と結婚されんねや、と。幸せ。プリンセスプリンセスの。思ったお似合いだ。わ。それから思ってたけども、もうその、この前のその、ほんまに、あれがそういう、小室圭さんの姿であんねん。本当の姿ならば。そうやん。もう、あのままで、バンと記者会見してほしかったわ。ほんなら、400万のことでもあるあると思うやす。 次のだから会見が見ものや。そうや。だからそれでまたビジッとしたら、いや言うてるやん。だから、嘘つけみたいな。その髪の毛の結び方でもちょっと覚悟みたいなね。輪ゴムが気になってるとかな。なん上にちょんまげスタイルみたもうボケてるやん。もうお前ボケてるやろって言うわ。力士スタイル。お前ボケてるやろって。やっぱり曲げはみたいな形で。無視たるもんみたいな。な。もんつき腹までな。でもなかなかさ、挑発でやってくるっていうのはすごいよね。 だから、それやったらそのまま来てくれな、もう落ちないよ、ねそ,ね、そんなところできちっと急に肘んに分けられてさ。 あれなんやったんったてなりますも,あれもさ世界を放浪してたりしててまあやまあそれで帰ってきてそのスタイルやったらもうさもありなんやけどあ、はい、まあ言うてもねニューヨークで暮らしてて自分で同等でもできるやんかしなあら今の時代ってな日本の情報とかめっちゃ入るやんかやほんならな例えばいろんなところの SNS 等々でなもういっぱい叩かれてんねん、ねはい、かれてんの見てるはずやわ、ね、我慢の限界が来てお前らがそんな態度やったら俺も。うん 見せたら、みたいなところだ <laughs> と,と思ってまうのよ。日本国民からしたら、一人でやってくれって感じやな。巻き込まんと。うね。巻き,で巻き込まないで、オタク一人でやんねやったらかばいやけど、ねえ、やっぱり今回。何,何やねんと思えへんでもい<や>面白いなって思って。俺、俺は、まあそれもあるけど、そのハートが強いんやなと思うね。強いって。ハートは、やっぱ波のハートやないよな。そうですね。じゃそう見てな、あの会見をもう一回見直すとな、うん 違和感を感じるのがね、あの、なんかこう、ロボットが喋ってるみたいな感じに見えてきたんよ。あの一番最初の会見もう、そ、うん、うそうだ、だから、最初の会その、要はこ、この前のそのインタビューされた時が、ほんまならばね、うん、まあ、ガテンはいくわいな、はい、やっぱり人間って表もないことだとか、そういうことがあんやったら、やっぱりどうしてもこう、なんかこう、無表情になりかけるわな。うそうやあなた、たあの遮断じゃないけど、もうそれちゃうやろそうっていうのが、 出ててしまってんのかな多少自分でも非があると思ったらあれそうやねそこがないねん。ってこう,そ,う,そ,うそこがないねんやっぱり俺嫌われてると<か>感情の起伏が全く見えへんのよ。だって俺,俺こんなんでわーわー言うけどちょっと気弱くて、うん、自分のおかんが例えばよ400万知らん男の人から金借りたとで、まあ、婚約してどうのこうなってそのすごい人を奥さんにもらうときにこっちがまあ例えば悪くなくても,もう400万返せばもうこれで一応。 こう、チャラになるんやったら、悪くなくても、ちょっと、返してしまいそうなね。それをあんた、うん、あのー、何やろ、6万,6万字で、6万,字6万文字の、はい、6万文字の中にやな、言うたら、入れとったやん。うん、なぜ、その、返さないかと。返してしまうと、これは借りたと認めることあるから、言うねんもうええやん、もう。っていや、俺なんかもう、それはもう、もうええわ、おかん。 もうお前の気持ちは分かったと、借りてないな。でも、こうなったら、もう返そう。いや、返したのと、もうおかんが。うん、まあ、まあ、言うたとすりゃ、あれかな。ね、うん、うん、これおかんが、それを許さないと、私がと。うん、私のプライドが、知、うん、らんよ。憶測、うんうん、やで。うんうん、私のプライドが、あんたが返したら、もうそれは。 借りたことにな,るやなおかんこの SNS の文字とか見てて <laughs> 老眼で見えん,んじゃ<ロ>朗読するねえー、小室圭のお母さんへ今電話かかってきた今電話かかってきたからもうき聞こえん何にもで,でも普通やったらやっぱりねすごい方と,るといある意味あやな方だから一心同体なんかもしれん、うん、まあなそれはあるなあ<ー>だってもう幼少期からずっと教え込んでて、うん、まあある意味もうずーっとこうであるって教え込んでた時に、うん、やばい 母子家庭のそれはも、ね、う分からんわ分からんけども分からんけどもこの前のインタビューはもうちょっと例えばねまあ僕も黒田さんもさまあこうお金を人に貸したこともあるじゃない、うん、でもそれが理不尽な理由で返ってこない時もあるじゃないな<る>でもそれをもう弁護士っつってわーって言わずここはもう逆に もうかした俺もあれやから泣き寝入りもうこれで丸く収めようみたいな言い悪いじゃなくて収め方ってあるやんかでもそれはやっぱないんかなそう言い悪いじゃなくて収め方って人間あるもんだからあのプライドなんやと思うプライドいやむちゃくちゃ高いんや思うで俺は。 えー、いやすごいね、だって、あのねで、で、そんだけプライド高いのに、まあ、いろんな報道されてるやんか、はい、でいろんな文春であるとか、新潮さんであるとか、いろんな、まあ、それはもう、女性セブンさんも、みんな、いろんな、あまあ、あるかないか、それは知らんわいな、不足でね、書いてるかもしれない、いもれないそれはわからん、でもてると思うわそれを、やっぱり、一つずつらしあのらみつぶしに説明せなははあかんわ、説明するやつと、せえへんやつがあんねん。 ほんんまに思うのよそうよ、ね、な,なんかこうめちゃくちゃ言われてたやんかめちゃくちゃ言われてたやん、うん、何人かぐらい「いやでもほんまめっちゃええやつやねんで」って大きい声で出してくれる友達とかあんまいなかったのかないやそれ聞かへんななんかねやっぱちょっといや実はあいつはこんなんで助けてもらったこともあんねん、はい、弁護士目指すあいつは正義感の塊やとかさ聞かへんななあ,あんまこうなんかそういうとこも乗っ切るとこもあるやん <laughs> はい でもそれもまあんま俺もねまあお母さんが原因かなってお母さんの方もいろいろまあ自分なりにはねも調べてるんだけど怖くなってくるのよお母さんお母さん怖くなってくるのお母さんレベルやけどもだからあの例えば借りた借りてへんは。 こんなに、なこんなにしつこく言うのに、この問題結構でかいですやんっていうところがあるやん。例えば、その反射の人に、お母さんが、うん、あの、その、えっ、ー、とおじ、お父さんが、えっ、ー、と、自分のとこの前のだ旦,旦那さん、亡くなった旦那さんのところの、そ,ね、その遺産の問題ができてるときた時に、そこで、これは中間市の話だで、ね、うん、その、その反射の人に頼んで、で、お金を取って、うん でそれを取った瞬間にか少量のお金でもこれであんたとか私は関係ないよみたいなことを言われたということが言うてることが載ってんねん、これをもしうしてむちゃくちゃせなあかんねん、逆に言うと訴えて、これはもう既存やと、私は弁護士はあまり無茶苦茶、借りた借りてへんの保育不正受給みたいなことも言われた不正受給のことだけははっきりしとかんと。そうですよね お母さんがそれで不正受給がこれはないよって、うんうん、言わんと具合悪いやん、うん、だからそれをあの全部ひっくるめてすぐに何かあったら400万借りたか借りてへんかの話に行くね、うん。それはもうええやんさおかんとさ、ね、男の問題やねんかな。 ただ変な話ね。うん、そ,のその反射の問題とか出てきた時に、それってさ、やっぱり俺らは言うたら、み皇族の,の言うたらね、うんえー、方なわけでしょ。そ,うその方の、その親がってなったら、うん、やっぱり僕からすると、いや、国民が不安になるやそれは。そりゃそうよ。それは,それは一般のね、人の、まあ、お父さん、お母さんの立場でも、小室さんみたいな問題を抱えた人が、<laughs> まあ、あの娘の、婿になるっていう。 ちょちょちちちょちょちょっとち,ち,ちゃんとんほら、はい、ちゃんとしようよとはなるのは普通やけどねだからそこはあんまり声を荒げて言えへんっていうのがこれはあれかな俺のことじゃなないもん作戦かな<ー>、まあくまでもお母さんでしょ<う>私の話じゃないですもんねっていうで,でもほんだおかんが言わなあかんわなおかんはもうすごいさっきの,あの黒田が演じたような人なんかもしれないな <laughs> もう話が全然こう <laughs> ちょっと説明しようやおか言うてもどこ見てんねんおいおいこっち見ろみたいな <laughs> へえ子いたやろへえしてへえってめっちゃ怒るけど <laughs> うんこっち見たんじゃんかあったらって黙ると <laughs> そっちやったんかそっちやったんかいみたいな1ミリでもちょっとでも違う方違うと全,<然>全部あの当たってないと 本当の認識しないとや推測やけども、うん、ってお俺らももちろん付け加えますよもちろん事実知ってるわけちゃうねんから、はい、でもこれ俺らが得るのってやっぱりその週刊誌であったりとかそういうの得れないし、ね、あの人の声がその6万字以外でその、ね、出てきてないから分かんないですからね、うん、で,、うん、で今回の,その帰ってきたらそうやって追っかけられるのにあのまあ風亭であの感じやから <laughs> いや俺だから <laughs> むっちゃ長い コント演じててたらどうううしようと思ってまうね壮大なるかい壮大なもう皇室までも巻き込んでん最後おうちであのおカんが「ドッキリでした!」って出てきたらどうしようと思って <laughs> これはもう全部芝居でしたとどうしようと思ってそ,そうやったら逆にね <laughs> まだ,だそれぐらいやぞだぞあの挑発は <laughs> <な> <laughs> あの挑発はそれぐらいの前振りだぞお前 まあ言うたらあのねちょっと暴力問題で起こした中田翔さんでもさ巨人に行く時はちょっと髪の毛の色も変えねちょっとやっぱりそれなりに巨人軍は紳士じゃないとあかんっていうところで前肌けんのボタンを閉めてさやるやんそれ悪いいいじゃなくて普通日本に帰ってアメリカであれでやったら俺ええと思うね アメリカのニューヨークであの感じで歩いてて日本海に行さっぱりしてる誰もなあんななビチッと来たな会見の時みたいにビシッとしかもお前んや特等祭前線かみたいなネクタイの大きい結び目のさやつやりながらあんなやれ言うてへんねん例えば T シャツと普通だよね。 そなんであの侍になんねんか。<laughs> <ラ>だから俺はやっぱりそなんかの意味があるんだよ。俺もなんか意味ある思ってんねん。そうやなかったらわからんもん。やっぱりその、舞台衣装でもそうやけどさ、蝶ネクタイつけてて、半ズボの人はアホに見てほしいから。やっぱりそういうことやと思うねんな。いないポップに見てほしい、はい、やっぱり超髪にイヤホンに携帯電話は、俺はそういう風に見てほしいって。超髪でも後ろギュッてくくってたるやろ、うん 食ってるよだから、挑発にする意味があんねんて、だから、そう、だから、そうだってもう会計あんねんから、会計あるまで伸ばしとかなあかんという理由があるどうですか、これ、会計の時にけじめをね、つけるために、断髪自分の髪の毛をバサッとこう、切るっていうのはどうですか、これ、けじめじゃん、けじめっていうのやったら、自分がまず悪いことしたって認めるわけ私は悪いことしてないのにしてないけど、どうか、これで、男のこの命の髪の毛をバサッ あれちゃうんかむぬす髪の毛もうちょっと伸ばしいっておかんかわからんようになろうとした若干三日月加減とかも似てるけど体型は結構ねギャロップの林似てる、うん、ちょっとぽっちゃりよねぽっちゃり確かぽっちゃりぽっちゃりしてる <laughs> そ,そこもなかなかのあのなんちゅう度胸が強いとかよう備え ガガリリでアメリカの食べ物なのかなっていう気もする。いやもうんかねもう今僕の中でねもう楽しみというなんやかんやとてもう行ってしまうもんね一生やそうですよねもう確定やでほぼもうそりゃ大変やで日本のカスコミ普通に行くよおるよ別に向こうで現地におるんやからニューヨークなんか特にねそれがね俗社会やからなそうやあの一般市民になななるみたいもんんで、か なあスーパーちょっと行くだけでもなんか買ってるや、うんうん、なんか割引のシールとか、うん、それやった、うん、あ困窮してるんちゃうかみたいな、はい、言われるよ困窮してて大変そうだけやったんやけど大体こういうトラブルのある人ってこれで終わりってことはあんまないやんかだから俺はそのい,ろい,ろいろいろあるや小室さんが今後にどん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 ポップになっていくのがもう楽しみですね <laughs> すっごいピアス国,際国際弁護士やから別に派手でも,もさ関係ないか、ね、別<に>もう唇のところにごっついピアスパーってまこさんもそういう文化に触れ合ってきてないやろうから <laughs> びっくりするほんまねがーつい帽子をろにかぶってやな ミュージシャンやったらそれでえジーパンかたいパンギーをげていや国際弁護士頼む方も頼む方でこんな人大丈夫かなと思うんじゃ分かれへんけど心配になる急にもうそれぐらいの衝撃やったんでね皆さんどう考えやろうね確かにね幸せになってほしいんですけどもねいやそうですよこれはみんな多分一緒ですよ眞子さ様に幸せになってほしいのはもう間違いなくてそれはもう間違いないけどもやっぱり 思うところはあるわけやんか。ある。で、それが、のもやっとしてるのがもう気持ち悪いってことがあるでしょ。うん、で、うん、もやっとしてるまま、うん、俺、本番まで姿を見ることがないのかなと思ってたのよ。出てきたやろ。そう、会見まで、はい、あんまりどこか行ってたら不明です。で、会見の時に、やっぱ、ビシッと、三つ、うん、揃いかなんかで来てこられて、で、ちゃんと、まあ、騒がせた謝罪なりなんなりして、説明して、まあ幸せになりますた。あれ、おかちゃんもそれか。 おかんやあのくくっててもうどうやってこうな影武者なるか練習してる時に「声映えろだんちゃん」「ちょっと声だけはできん」とだからポケットの中いきなりバッて手突っ込んでちょっとこうなもうやばいと思って形を作るみたいななかなかあんまりこうイメージがグッと上がるようなとこないですねそうですね期待したんですけどね どうなるか最後、会見のとは最後でしょう、公にしゃべるから、これで出すっていうことになるでしょう。でしょう、多分、何回もすることないと思うんです、はい、この1回やってもアメリカにも、パーンと渡るんじゃないですか。 アメリカって言っても今や昔みたいに遠くないもんからね遠くないですよってど,どの放送局でもニューヨーク視社だのなそう,そ,うそ,うそうや、ね、全部あんのやねだもんんもう追っかけられててなってさ、うん、SP まではいなくてもそれなりの人はねやっぱりニューヨークでもいてるかもしれんしねなあいやーもう本当どうなのか皆さんも多分ねあのー <laughs> 気になってる気持ちがざわざわしてる感じだと思いますけどもさあテーマでございますけテーマいきましょうかえテーマのああこれですねはいはいまさしく今の黒田さんが言ってたね気持ちが複雑ですやんか幸せになってほしいのはあるけどもいろいろある僕もなんかいろいろ気持ちが複雑なことってないですかんか例えばあんまりこう自分がねうんまあおしゃれじゃないなっていう人に おしゃれじゃない,おしゃれないじゃないなっていう人に、うん、そのどこで服買ってんのって言われたりとかあああこれちょっと一緒の買っていいって言われたりとか、はい、いや教えても全然ええねんけどあんまりこの人と同じ服着るのちょっと嫌やなとかない,で,<も>ないですか俺はそれ言われたことないです、ね、俺別にそんな別におしゃれでもなんでもないからなでもなんかそおしゃれでもなんでもないねんけど同じような服をあんまり自分がんちょっと 違うなっていう人にあんまこう気になりませんそんなんって。はいはいはい 気気にになななる人と気にならない人がいると思うんですよ、はい、で誰や,ったらいやだからあの例えば,例えばトミーズのケンさんとかにちょっとこれ服、うん、いやそう全然ええ別サーファーやからサーフメーカーでも、まあ、これいいですよとかまああるやんか、うん、で例えばその三輪のバイクも売りましたけど、はい、売りましたけどその家の近くで同じようなバイク乗ってる人がいてたんですよ、はい、あっア,アスラックの人やな <laughs> アスラックの人やったら理由があってよかったですけどね <laughs> 安全安心安全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 か。まあいいんですけど、まあ、近く家の近くのマンションにまでそれが泊まっててどんな人が乗ってんのかなとかも気になりません別に気まなあいまあ <laughs> 同じ感性やから同じ感性やから、うん、まあやっぱりこのものすごくかっこ悪いおっさん <laughs> <laughs> あれってこうやっぱ気にはなるやんまあまあ気に,気になるやさ複雑で嫌じゃないよ嫌じゃないけどあ俺この人と同じ感性ないやんって思うと複雑な気持ちになってでこの前あの矢野兵道さんとねレバ、はい、一緒やったんですよで、えー、矢野兵道さんが前で僕らが後で、はいえー、メッセンジャーが後やで順番だったんですけどね、はい、で矢野さんがパーッと僕の近くに来て「一緒 <laughs> やな」って言われたんですよ、はい、でも何か一緒のえな,なでかた<や> <laughs> 矢野さん素晴らしいけどできるだけねかぶらんように一切こう交わらんようにやってたつもりは1年生いっぱいやからあなるほどそう関係ないツッコミやし関係ないもっとある特徴的なそれはあかんもっともっとあるタラちゃん一緒やな言われて「その、え何がですか?」って言ったら「出囃子出囃子」っ出囃子ちゃうよおい出囃子いやちゃいますゃて言っ あのバブルガムブラザーズやろって言って「あこれ20そうでもう78年多分これやってんじゃないですか?」って言ったら「俺らもバブルガムブラザーズやって知らんことえつい最近でしょ?」って言ったら「ずっと前からそやねん」って言われた時きっと兵道さんが音楽選ぶような人じゃないやんちゃうちゃうちゃう絶対違うやんそんなんもどうでもいいよっていうしようかんが出前して選んだお前やろそやねんそやねん 俺別にバブルガルのブラザー俺何でもええって言ったこいつがこれ勢いがあるテーマソングとしてそういうき固めていこうとまあち歌詞とよく似たメッセージの漫才によく似た雰囲気の歌詞の歌やったからそれにしてで黒田さんも別に自分自身も気にせえ人やから俺も音楽のこと分かるから好きしてええよって言ってバブルガそうブラザー二28年9年前からやっててさって石原バブルガルブラザーを知ってた時つい最近やった つい最近好きになったからと思うけどはい,、はい、いやずーっと前からやで、ね、ってほんならお前ら二人がバブルガムブラザーだ <laughs> 誰がコンさんや <laughs> 誰がトムで誰がコンさんいなやヤーさんとバラさん <laughs> 俺あん時にさ、やたらやたらこう。俺もうめっちゃ袖で、もうすぐ出る赤だけど、いやつい最近でしょやのさ。うん、え前からちゃうでしょ。これバブルガンブルサーズじゃないんじゃないですかっての。っっていやバブルガンブルサーズや。いやばれじゃん。バブルガンブルサーズやで、ね、俺, <laughs> 俺。俺 <laughs> あの一本目とき。そうそう。お前一本目ときめちゃくちゃやるくなかったもんね。<laughs> <laughs> いやだからそ悪いとは言いませんよ別に悪いとは言わない <laughs> 何を険しい顔してんねんと。<laughs> しかもそ1年しか変われへんくて矢野兵頭さんは俺らが NSC の時から同じそそそうそうそう舞台立てるから舞台立ってたから。えー、だから本当に一番付き合いの長いその先輩1年先輩やからそれとねこう出囃子のチョイスがかぶってた俺はねこの30年間の芸歴でもう矢野さんと離れよう離れようと尼崎なんですよ。岸ねちょっとその まあ、言うたら下町の匂いも、まあ、あるからい<ー>。海もあるし、ね。海もあるし。はい、ちょっとね。 話そう話そうとしてたけどまさかの出囃子が車も黒ずきっていうそれはそうちゃ俺矢野さんと相原の共通点を見つけるの俺好きやねんそれは全くないあんねんあんあの男っていうこと以外は全くないんあんね全くないあんねって何もかも恐ろしいほど違うっていうだって見つけるのが好きっていうぐらいいっぱいあるってことでしょ 合図と長州みたいなもんかすごいこう結構光これでそれをね昔確かに光物してたピアス開けてたりとか指輪してたんですけどもうある時から一切しなくなったんです一切それは離れるもう矢野さんはすっごい十字架とかしてたもんな今日はねクロムハーツのお菓子工場行きます っていうそのつなぎてロケでねお菓子工場に行くのよ子供たちが好きでしょっていう夏休み特別企画みたいなときにクロムハーツのクロスをネックレスつけてドクロの T シャツで行からものすごい苦情でデバドクロの夏がものすごいそのキラキラとしてもうなんかラメ入りのなそこで平気でおじいちゃんと戯れたりする子供のおやつで口入れるものでドクロのバーグでなんで組んでんじゃんじゃう向こうのメーカー側も すっごいかお前もかあれやもんな刈り上げてたりしとっともんなもうね僕は刈り上げもう一切しませんからね <laughs> <laughs> どっちかで小室 <laughs> 小室風に挑発テーマは「気持ちが複雑です嫌」いやって言ってるんじゃないですよ<れ>こんなね誰か知りますけど近しい人がねこんな放送してたってね誰か言う人がいてるみたいなんですよ <laughs> <laughs> 別に悪いこと言うてるわけちゃう。い言い方一つ、気持ちが二つ。で、またそれをな、矢野さんもな、俺にじゃ俺に言うたらええんや。だから、その、その、なんや、あの、その、バブルガムブラザーの。俺には言えねんな。じゃあ、相原に言うねん。俺、俺、スター出るぞってパッて動きて、一緒やな。なんか一緒でしたできるだけ衣装も話そう話そうと。あの、十え15の、 十五屋お月さんやったやろあそうねやろ。あの日やって出番オイラ出番やってやほんならあの初め入口のところでまああの消毒と吉本の配楽屋入るところで消毒とあの検問ね検問背中ね矢野さんがまたそこの検問をしてる女の子にめっちゃ喋んねんぜっかい声で 今日は十五円のうつきたやなって言って急に尾崎豊の十五の夜を歌い出したの。十五の夜でみんな飛沫も気にしてるとか。で俺が思いっきりロビーからうるさいじゃんっておこった。それもね。おんなタモちゃんとらちゃうでみたいな大善やでこっちみたいなこと言うて。タモちちゃんにはちゃうでやで。俺には一緒やで。でわかんねんな。わかんねんな。 いや俺、ホンマ、ドキモドキあると、俺、だって、出囃子ずっと知ってたから、<laughs> 俺だ、ちゃう、俺は知らんかっただ、ねっ知って。だってもう俺、メッセージャーと矢の表の中でずーっと一緒の出番でやってるから、れ、はい、俺、でも、ャンャーバンド、ローカルの中でちゃうんちゃうの俺はもう、割と聴いてたから、<laughs> こんな曲あったっけなぁと思って。示し合わせたんちゃんお前ら二人で。 ここ3年ぐらいあんま喋ってないからそんなことはでけへんはずやけどな漫才終わったあとお前兵道さんが何本タバコ吸ってるか知らんやろお前それ俺は知らんそれは俺はタバコ吸えへんから禁煙ルームみたい喫煙ルームじかないから兵道さんがタバコほんまもうもうそれやったら一本消さんと長いの吸いなさい吸ったらいなさい吸ったら吸いなさい裏吸いはんねんチェーンでいくチェーンでいくあらまあその まあ、あいろいろあるんやろな。<laughs> 複雑な思いが。<laughs> ういう気持ちが複雑です。<laughs> はい。来週のテーマ、気持ちが複雑です。です。採用された方には、特製ボールペンを、採用不採用に関わらず、いただいたすべてのメッセージから、抽選で3人の方には、現金3000円を。一番盛り上がったメッセージをくださったお一人にも、現金3000円をプレゼントします。来週の金曜日の午前中までに届くようお送りください。宛先です。ファックスは06、066809 9090-06-6809-9090 90, 90 90. メールはすべて小文字でおばあちゃトんー。mbs1179.comobachan ー。mbs1179.com はがきは郵便番号 530-8304MBS ラジオそれゆけメッセンジャー今週のテーマ係までたくさんのメッセージお待ちしています昨日生活したのエコノレッグと小さなナッツにたくさんの思いを東洋ナッツ食品がお送りする今週のそれゆけ目線では行きましょうはいまずは梅山セレクト、はい 今時のの若者一人暮らしのお財布事情30歳未満の1人暮らしの勤労者世帯を対象に1ヶ月の消費支出がどのような項目に割り振られているのかを調査したところ、うん、昔から比べ最近は食料が減り 住居が増えており、食費を切り詰めて、家賃に費やしていることがわかりました。このラジオで一人暮らししてる人なんか、わしさんと女の子おれへんで。あれ、バイヤーさん。バイヤマちゃん、一人暮らしな。親とちゃうんかい。いや、実家、ちょっと離れました。だいぶ離れた。いや、めっちゃ違いです。そんなん、まだちゃうよ。な、でも、まあ、一人暮らしになったら、その、いろんなチャンスは、まあ、あるやろうからな。その実家に住むより。男性と。いいろろし親だって、なかなか実家に。 連れて行くのはハードル高いやん。でもご飯とかなったら向こう家帰ってんやろ。いやもう自分で作ってはいやってる。お母さんなんかえらい心配性やったかそうなんですよ。だからちょっとね面倒くさいというか。まあでもなバイヤンさんもいいじゅうやからな。お前な。安心な。いろいろ考えながらな。そうなんですよ。でまあ結構節約というか。し出したか。はい。してるんですけど、私はやっぱりその。 もともとの収入が少ないからっていう意味で、まあ節約してるんですけど、めっちゃ笑ってるじゃない極端やな。向川さんとか。向川さんも極意やからそれ多いと。で極端あれか。金持ってるもってるよ。そうとも曲いやしな。金持ち。向川さんよりまあまあぎっちゃんはまあな。親だったら中金持ってるから。はほんまに一人でやっていかなあかんのはバイヤンちゃんや。そんなに一人でやってます今。家賃はなんぼなん。

上下まあそうね上下は怖いのあるねあるやん事件なんかでも隣のんかうるさいからとかでいやそれだけやったらええけどさんか事件もあったりだなレディースマンションとか安心しレディースマンションでも男入れられへんじゃんそれれ目的じゃないですかレディースマンションに三味線の男性の師匠が住んでたことはあったけどでもそれは女性として認められたってその師匠すごい言うてたそうなんですか知らん それで節約してるんですけど、私はその理由がやっぱり収入が少ないからで周りめちゃめちゃ笑っじゃない？ですか<笑><笑>まあアルバイトもしてへんやろ？してないです、ね。でもそれで言ったらいけてるいうことやねその7万円のやきかつかいな。もうカツカツです。7万円やったらな倍ぐらいじゃしんどいかな。えいつ一人ぐらいしたん？えもうもう半年ぐらい経ちますよ。このラジオ始まってからか。そうですね。いける。いやいやいやそんなことないですよ。<laughs> それ受けが決まったいける。そんなこと。 けど <laughs> <laughs> ちょっとやっぱりもうコロナがこのコロナ禍っていうのが長いじゃないですか状況として逆に一人暮らしの方がきついんじゃんそれっそうなんですその時は実家でおってお金貯めといて,いてコロナ終わりでイベントとか再開されて 一人ぐらいするとかでも、うん、母がやっぱりちょっと厳しいのであああんた外ばっかり仕事行ってるんやったらコロナになって私が「どうなったら何すんねん」っていうことかいやもう一回家帰ったらコンビニにも出させてもらえなかったりとかうんすっごい厳しいなそうなんです何がコンビニかコロナでうつったらどうすんの ああららそこそまで一番したらあかん仕事してるやんこれしゃべってな一応対策はしてますよしてますけど仕事やからね心配性に拍車がかかったというかこのコロナ禍ででなかなかその外にも出づらかったりとか友達と電話とかもやっぱり声も気になりますので電話の声を聞いてくんのか中学生やあんまいかないですけどのの女人電話を聞いな うちの息子でもしてんで今まだ数が三ギガ。三ギガってねもう一ギガもう1ギガしかないっていう口癖をつってんでそうなんでまあ一人暮らししてるんですけど周りのその一人暮らししてるこの節約の理由を聞いたんですよじゃあ整形したいとかあのすごい身近になってるみたいなそうなんですよ もうあの整形のハードルはこっからここまでは整形じゃないみたいなニュアンスも大きいです、はい、しっかりこうねしっかりこうメンテナンスぐらいではそうです、ね、整形ではないよねどれぐらいの整形のこと言うの整形っておいらもう男はあんまりほぼもう分かれへんからさ今その整形じゃないって言われるのは<こ>逆にあの二重にする<ー>一重を二重にするのは<ー>もう整形じゃないそうなんですよ。 まあ、あの、なんとかアイプチ言うのあんなんでやんのと一緒やんけ言う話。ねうね、あれに、あれ、糊みたいなのやろあれ。あれ、そうです。アイプチは糊を塗って、片<あ>つけて、ああでもいいんでいや、それはでも整形じゃないけど、今もうガッツリやいや、だからそれはそれで一緒残っちゃうから、それはわかるわいな。はい。あとはあとは、まあ、ヒアルロン酸売ったりだとか。でも、それってさ、脂肪を抜いたりとか。動きようになるやんか。顔が。脂肪を抜いたりとかね。 そうですね、顔動きにくくなってへんかなんかこう年を重ねると、まあ、どうなるかわからないっていう,、うん、いうふうに言われてることもあるんですけど、うん、今が良ければっていう子が結構周りに多くてそれは黒田さんその黒田さんの奥さんまだ若いですからわかりませんけどねうちの奥さんぐらいの年になりゃ、うん、久々にお会いしたママ友とかあるじゃないですかこの業界の方でもねあれって思うことはよくありますゃあ,るよあれ、うん、って俺 まあ名前は出さないんですけども、今日、何気にテレビ見たら CM でね、まあまあある方が出ておもう一瞬にして、顔が違うって言ったそうなんですよ。で、こんだけ顔違ったら、普通、自分から言うてくれよテヘッとしてくれよ。そうやで。見てみ、このなって言うてくれたらええやろっていう。何もなかったみたいなこ感じで、こう、え、もうちゃうやん。ちょっと変わってねえじゃないやん。そうなんです。 全然ちゃうやん。わかりますもんね。わかる。はい。普通のセーラー服やった女の子が急にヘビーメタルになってくい変わってるわけ。全然違うよね。変わるやろそれぐらいのに何も言えへんと急に来られた困らんかしろ堂々としてやがるみたいなね。そやろ俺がラジオでみんな打ち合わせんとや今日ここ今日でもこれがバッてな。はい。入ってきてな。ヘビーメタルみたいなピッリてきてさ。もう完全にお前髪の毛ロン毛で金髪にしてきてさ。もうずっと中指立ててさ、こうやっておったら。どうする言うやろ逆に そこまで変わった、余裕あんのか。でも、まず、来るだかどうかも。確かによ、<laughs> か言っいやでもど。しゃべり口調は俺やね。しゃべり口調はやった。なり、まあ、本場の話だ。何、そのコント。あ、ゼロ。いや、<ー>逆に、そこまでとるな、ドッキリやもう。うんまあ、で、そのリアクションに、いろいろ頭ぐるぐる,ぐるって回すよな。そういう整形の人は、それぐらいまで衝撃あるよっていうことで。はい、で、なに、女の子はやりたいってこと。そうです。だから、<ー>鼻。 それこそ本当に分かりやすいのが鼻の形とか高さとかが変わってたりとか、あうん、まあ,あ、ねまあ、顎がシュッとかは普通にもう普通にあるんですよね。顎なんか削るのかいな。削ったりとか。<分>今骨作れんねんてな、俺今度骨作んねん。鼻の横に。<laughs> どうするの？ ああのあれすんねインプラントすんねんけど<ー>俺インプラントのあの鼻の目のののあ鼻小鼻の横のとこアイハラが蓄音になったやろ、はい、あそこ蓄音どうなるかってここ空洞人間げんだんでそ,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 その空洞のとこに海がたまるんやろ俺はインプラント奥歯絶対せなあかんってもうこれ線とか線と,と入れ歯なる言われてさほ、はい、んでこの骨の手術せなあかんって4時間、えー、全身麻酔や言われて何の手術するんですかインプラント入れるだけでしょたらインンプラントを入れる時にこの 穴が大きいとちっちゃいとんねんて俺結構大きいんやて空洞が突き抜けちゃうからそこに骨作らなあかんねんて骨作るのになんか注入するらしいねんへえだからそういうことやろあごあごをピンと伸ばすそういシュッて削るか伸ばすか頬骨とかもそうやろね上下に伸ばすやつはおらんやろそういういなっ思いますけど

その竹だったとしても真ん中選んだとしても一回やってしまったら次も次もってなるから結局もう高額にもなりますし車の改造と一緒やねん。一個いじったら何かやっぱりバランスが悪くなるからこれもあれもどれもって変わってくるねんね。<ー>ドレスカーみたいになってくるねんな。ね、しかもやりたいって、うん、言ってる子ほどめっちゃ可愛いんですよ。元がいいのに。なんでやろうななんか コンプレックス感じちゃうんやろうな,な今で俺なんかはさ芸能人の方なんでね、はいうん、そう十分可愛いのね十分可愛いのにむしろこう触り張って違和感考えるし前の方が良かったで違和感もあるし<え>それが 例えば、エラ貼ってても、それが魅力やったのね、味だったり、そやね、そやろ、なんでこんなことしちゃってんやろみたいな人おるよな、そう本当にもう唇から何から、蜂に刺されたんかぐらいぷっぷりなんあれもう、はやりか知らんけど、はやり終わったらな、男性からしたら、ちょっとやっぱ違和感感じるやん、その子連れてきてくれや、一回、その女の子、ほんまに可愛くて、なんでなんて言ったんですよ、そんなに男女ともに可愛いって言われる子なんですよ。なんでどこいての えもうなんか全体的に花も高くしたいしって言ってなんでなんて聞いたら韓流ドラマの影響って言って韓流ドラマの影響ってんやねん、はい綺麗やからそういう顔になるよく出すなって言,って言えへんかったんか <laughs> いやもういらんでって言ったんですけどシワがあるから伸ばしたいとかぐらいやったらわかるやん年配な年齢でっていうのはわかるよかんねでももともと30やろまだ友達やから、はいはい、めっちゃ可愛いんですよ

そのやらんでええことをやる必要ないよねなやらんでええ人が結構やるよねほんまやなうんあの十分やのにっていう人が、うん、だから余計気になるもんなほんで梅山ちゃんはうたそこは別にもう家賃とかなんやからでもいやそんな言うてられへんいやもう私はもう切り詰めて自分の生活を豊かにするためだけに整形とかもうええに、ね、もう全然もうそんなええことやそれは、うん、なんですいややりたいですけど、うん、でもやりたいのどこやりたいの

何でもできるみたいなんだ今いいの何でもできるやろうけどそうやってギャロップの林のデコもうちょっと伸ばして6十六キロぐらいなんかあるよ漫画 <laughs> に出てくる学ラン8年組のやつそんなやつ出てきたわで名前も「鬼頭」って鬼の頭あるということで以上今週の「それイケメセン」でした。 パチンコスロットスーパーコスモグループの提供でお送りしますすいません相原ですがどうか背中を押させていただけますか神様ありがとう このコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている相原が、どうしても背中を押したいというので。仕方なしに解決させてあげるコーナーです。はいはい。はい、えー、前回のお悩みは、加古川市にお住まいのぎっしゃんおしさんやって。うん。はい。私には女友達と呼べる人がいません。働いてた会社では、男絡みと陰口で、高校時代の親友もある日。連絡が返ってこなくなり、中学時代はいじめられておりました。うん、最近、ま,まともともダメになり、主人から人との距離が近すぎると言われます。そう、なんかな。人とのいい距離を保って。 えー、保ってるっててる何でしょうかと人に期待したり誇示、うん、しない方がいいですよと、うんまあ、波長や価値観が近い人と友達ではなく知り合いのくらいの付き合いをシンプルに強く。 うん、まあ誰かおらんと寂しい気持ちもわかりますけども誰かおらなあかんっていうわけでもないですからね友達が多ければ多いほどまあある意味も揉め事も増えることもあるからなで、ね、知り合い多いのをすごく自慢する人も多いかもしれんけども<ー>それはそれでまたややこしいこともあったりもするからいいんじゃないですか旦那さんおってで社交的かそうじゃない人っておるからなう、はい、まあ上手いことやっぱりあれでもなうまいこと生きてたほうが得やっていう人もおるしなまあ分からんわ。 まあニコニコしてたらいいんじゃないの。ニコ,ニコしとったらええ。はい。な、すべてはそれ。そうですね。<laughs> うん、お返事いただいてません。いや、そういうところ。 結果論としてそういういとうまいこといけへん理由なんて結構シンプルよ誠意 <laughs> は誠意でっていうところをかけてたりするとねるるそのくせ人との距離が近いからそ近いって言うてるくせにここは遠くすんねね。近くて遠いふるさとか思かけにせよと思う、ね、<laughs> な、ま、そうですね、はい、では今週の、えー、お悩みです兵庫県の弓尼さんからです 会社の先輩男性のことで相談させてください先輩は気まぐれ屋さんで機嫌のいい時は「これやっとくわ」って言ってくれるのですが機嫌の悪い時に声をかけると私をにらみ「何?」って言って渡そうとした紙を嫌そうにさっと取りますほとんど機嫌が悪い仲のいい人にはそんなことはしないんですが嫌いな人とか年下の人にはそんな扱いです 前にその先輩と仕事をしていた女の子が精神的に病んでしまい、今会社を休職しています。私の性格はおとなしく、ネガティブですし、このままだと私まで病みそうですが、働かないと食べていけないですし、かといって、この年45歳での転職はちょっとためらいます。こういう人と仕事上うまく付き合える対処法を教えてください。 先輩やからもしかしたらそのよく言う女性独特の高年期障害みたいなのがあるん。あでも男性。男性の先輩はまあこれでもね男性も女性でもいてますよ。これ言ったら先輩後輩の中で後輩でもなんかいてたりもするし、なんだか過去のマネージャーでもいてましたよ。さっきまでちょっと笑ってたりしつつのに急に機嫌悪な。で俺もさ別に機嫌悪くしようと思って喋ってるわけじゃないけど、急になんかふっとこうした瞬間に。 なんんか機嫌悪く見えんのよ<ー>そういうい人って喋らんくなったりするから。うんはい、で行き着く果ては俺この人の機嫌取るためだけに生きてるんじゃないし、うん、ずっとお前のことを考えて生きてるわけじゃないからもうそれはそれで知らんって思って、はい、もう知らんもう機嫌悪かろうが、うん、なんかブスッとしてようがうもう俺にはもう関係ないだから俺は俺の業務として言わなあかんことは言わなあかんし。 いうことは言うしもうそれ以上は関わらないって決めてたんです、うん、でそうするしかないねんはいやろうなんかのあいはするで挨拶はするで挨拶はするけどその後は勘無視したけどあのね組んでも組んでもそういう人だって自分の生き方で生きてるから、うん、こうやったら機嫌悪くなれへんかなこうやったらいいかなと思うけどまたそれをすり抜けて機嫌の悪いことが出てくるやんかあ絶対にでそれが直接じゃなくてもなうん そう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 ね。まあ上になればなるほどねその自分のミスを認めなくて下に当たったりする上司とかもたくさんいてると思う、はい、でそれをもう反省っていうよりこの人はこういう人やからうもうしょうがないよねって思うしかもうないねん、ね、言っても直らへんしもう時代変わってね上司やから僕やからって時代も終わったんですよだから、はい あのー、スス会社やから会社の言うたらやらないことあるけども、うん、それ以外は別に業務内容以外はうまいことやる人全くなくなってきてんねんって時代やねんってなで,できればさ良好にね45歳とか我々の世代やったら少々仲悪くても良好にしたいのが我々の世代やけどもうそんだけ気遣っても無理ってなるんやったらう、うん、もういいんじゃないもういいいじゃないは ほんまにその人のことばっかり考えて生きてられへんから。しんどくなりますいやいや、だからだいたいいつもな、よう言うねんけどな、みんな言うとったで、どうのこうのやつなんてな、そんなみんなも言うてへんねんて。気にせんでええねん。一人。みんな言うてるた一人か二人や。しかもお前は、ほぼ強制的に言わすからそんなのとんねんみたいな。誘導していって。ええねん、えねん、そんなものは。いや、ほんまええねんて。で、もう単体の力もあって、もう単体の個々の力も強く、 ならんとね。はい、多分ですけど、年いっておじいちゃんおばあちゃんのお付き合いやってもそういうがの強い人いてますよ。どこでもおるわね。どこでもねその利害関係がなくたって急に、なあんたこれしいやっていうおばあちゃんおじいちゃんもおるやんか。はい、もうそういう人はそういう人やから、これに負けへん精神力をやっぱ自分がつけんと、うんずっと 悩んでてもつらないそうですよね合わせるって難しいし合わない人と合わないのよ合わない頑張ってもねだって歩幅って言うやんか俺らも結構歩幅こここう見て大きい広いねだから歩くも早いのよね僕なんかはでそれに背は小さいんですけもうほんとちょこまかと歩くのは早いからねじゃ無理して一歩出してるそれやっぱカサ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 ゴキブリやねんこの世 横によって俺は普通だけど、それについてこようと思ったら、やっぱり横の人はしんどいわな。はい、しんどいことはしんどいもんしてるけど、こっちは普通なわけよ。はい、だから、これの,の差は縮まれへんねて、同じフォア場で歩ける人を必ずおるわけやから、ただ同じ会社やからしゃあないから、挨拶とかな、業務内容だけはちゃんとしといて、それ以外は、 絶対喋れへんかったよ、ね、た,たまにさまあ親睦会じゃなくて今はないですよなんか何人かでご飯食べに行ってね,ね、はい、で初対面の人やからってこっちも気遣ってさ「あの飲んでますか?」とかなさ「趣味なんですか?」とかまあ一応気遣うけど、はい、気遣わへん人はそんなこと関係なしにムスっと黙って携帯電話触る人もおるやん、ね、もうこんな人に気遣ったってもうしゃないはもう切り捨てようと、はい、もうええと思ってこっちで喋るしかないやん。 どうですかなんですか言うても、いや、はい、はい、はい。みたいな人は世の中におるから。無理してな、寄り添っても意味ないって。もうな、ね、よくあるやんか。なんか、古ければ古いほど友達はええって思われがちけど、そうでもないのよ。あのね、人間って、な、な、あの、やっぱりな、やっぱり何でもそうけど、間引きっていると思うの間引きね。もう、今までの付き合いは長いかもしれんけど、もうええと。そう、いろんな情もあるし。 <な>ね、もうええやいろいろ付き合いもあったけど、うん、ほんでな,なんかしょっちゅう1週間に1回でも電話するのが仲いいわけではないしね、はい、1>, 1年に1回しか俺も会えへんもう今コロナでもう3年おうてへん友達おるけど友達は友達やもんそうですよねで会われへんねん、鹿児島やから、はい、でそいつのとこ行こうと思うけども会われへんからまあまあたまにメールとかする LINE とかするだけでそれでも別にほんな友達じゃないから友達それも元気かぐらいもんな、あのー、大体さそんなな家、うん、に今のす 社会って特にね、お前なやっていう切れるような時代でもないやん。はい、正直。今も心の中でそっとシャッター降ろす。そう、一番いいんじゃん。そ,うね、そっとお下ろしゃるからなじゃなくて、うん、そっともうはいっていう感じでいいんじゃないですか。はいはい はち、い、ょっと、そしてそ、ね、見てください。はい、はい、ゆみのさん頑張ってください。<laughs> 皆さんもうすら知っている相原に迷いをぶつけてみませんか。迷っている事柄を詳しく書いて送ってください。採用者には相原直筆式紙とボールペン千尺だ。そして、梅山お手製千尺だお届けします。これ相原さん、えー、この前、前回のお悩みの一つ、はい、て手紙み経験があったやん。か、はい、な、うん、あの、ペンネームじゃ。ギシャオシま 押してるからこうなんちゃうんそれも私の日やからかそれもあるかもしれんなそれもあるかもしれないこういうのもまあこういうのもギシャンにとってマイナスなるからポイント的に言うとプラスには働けへん働けへんわなえリスナーさんにいただいた似顔絵ステッカーで新しい名前が書いてますけどええそのステッカーを3枚差し上げたいと思いますそして洗車肌を5枚差し上げてくださいはいお楽しみなさってください それではいただいたメッセージくさん介きましたはいええー、兵庫県はぬか床みそこさんですねジップロックが残り少なくなってきたので、うん、仕事帰りの夫に電話して「買ってきて」とお願いしました、うん、夫が買ってきたのは S サイズ10箱 <laughs> 合計200枚 <laughs> M サイズ10箱う<わ>合計180枚 L サイズ10箱合計120枚大量やなおいうちは業者やないさおい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 めっちゃ買ってる浜崎のコ行きやなあのねたっきあの大量にあるあとこコストコ行くぐらいの量やんかジップロックさサイズ違いでそんないらんやろあとなジップロックの小はあんまり使えへん大かまあ中やな中で ショーはまあ十箱コでやったらちょっときっついの場所も取りますしね。それを言うとね。<laughs> ごめんなさい。すみません。大阪府<や> <laughs> すみません。大阪府のラジオネーム豊中市在住さんです、えー。いつも楽しく拝聴しています。<も>私の大量のブツがですが、<や>現在高校生の息子がまだ小学生の頃虫取りが大好きで、最初はセミや蝶々を捕まえていましたが、ある時カナヘビ 小,か小型のトカゲを捕まえてきました困ったのは餌となるコオロギ近所のペットショップで店員さんに聞いたところ幸いにも売っているとのことでしたので見せてもらうことにしました店員さんが衣装ケースぐらいの大きさのプラスチックボックスを持ってきて私の目の前で天板を外し外すと中には 箱いっぱいに大量のコオロギがひしめき合っており40代男性の私でしたが思わず悲鳴を上げ腰を抜かしてしまいました <laughs> な一緒に行った息子は全く平気な顔をしており、ね、周辺の人からはジロジロと見られ非常に恥ずかしい思いをした思い出がありますあのやっぱり俺は子供もがなけどその「もうそうなのいらん」って言われへんのか。 なんか犬猫は飼われへんから、まあ、そのカブトムシやなんやぐらいやったら。うん、でも大量のコオロギいんねや。らいらんって言われへんのかな。<い>それでコーヒーは、俺。で, <laughs> で、まず、カナヘビを買うなって、まあ。そうですね。そもそも。<laughs> まず、そもそも買うな、お前。ちちうててちうの奥さんもなんか、有精卵持ってき,て,てきたから、二十一時間温めてえいかとか、わけからん。<laughs> いやわ、お前。ふかさせてよ。よ機械が売ってるらしいな、今。あ,あ、売ってる売ってる。あったかいで、ね。で、それを買うみたい,いやいやいや、ちょっと待って。あのなお前、俺、マンションのベランダに、オス鳥りか、メス取りか分かれメス鳥りやまだ100っ,ってたまうけど、オン撮りはただうるさいだけやと。<laughs> <laughs> やめてくれいや。やめてくれやろ、それは, <laughs> それはれ。気持ち悪いね。ちょっと、ね、<laughs> 悪いけど。えー、ラジオネーム熱帯魚さんですね。はい、洗面所の棚。 えー、床下収納のケースの中、うん、あらゆるところに育毛剤の在庫を大量に抱えている我が家すべてはげ散らかした主人がネットで注文したもので数えきれないほど物があります初めての購入から10年は経つと思いますが全く口角はなし一体どれぐらいの金額を育毛剤につぎ込んだのかと考えると頭が痛くなります <laughs> まあ細川ミクロンさんに行かなあかんやつなああ、ね、ですね,でねもうそれ<お>もう分かれへんけど <laughs> お願いします細川をばらしてるかお礼<が>とは俺このラジオでな、うん この細川ミクロンの社長来たとかに<う>いつもおいながらさ、この何々例えてっていうのがいつも一応か,、ね、から別のにしてるやんか。甲子園に例えて、とかどんどん増やしていくから、フラフープに例えてとかね、<う>はい、最近それを小森さんがパクっとあら、小森さん、はい、地球とかもありますけどねって、じゃあその前に小森さんに例えたら一番おもろいや、ね、<laughs> 小森さんを毛穴としてて一番おもろいだ、ね <laughs> 小森さんを毛穴と立てたらカレーに出とんだ汁るみたいななそうそうそう楽しんでたのかな小森さんな帰ってきてほしいな一回読んならラジオボ防かおな来てもうもうもん入るかあれじゃん顔だけ出してもうたん窓からああもう9階やからちょうど1回からだ。顔だけぼコッと見え それ <laughs> <laughs> ではどなたに三千円。いや、それはやっぱりあれでしょう、かさいジップロックでしょ。<laughs> ジップロック。業者かという方ですね <laughs>、えー。ありがとうございます。えー、ぬか床みそこさんです。はい、3000円プレゼントします。たくさんのメッセージありがとうございました。 それでは今日の3000円当選者の発表です。はい、豊中市にお住まいのラジオネーム小白さん、南丹市にお住まいのラジオネームちびパパさん、大阪市東住吉区にお住まいの長園里美さん、以上の3人です。おめでとうございます。おめでとうございます。前回のおはがきプレゼント、三重県産尾鷲の干物セット当選者の発表です。岡山県にお住まいの鎌本実さん、貝塚市にお住まいの岸本陽子さん、 大阪市東成区にお住まいの倉本信子さん以上の三人です。おめでとうございます。おめでとうございます。次回のおはがきプレゼント、来週金曜日までにいただいたおはがきの中から抽選で三人の方に。青森県産りんご、産婦人をプレゼントします。産婦人ですね。ジュースにもできるからな。ね、おいしい。うん、番組に対するご意見、ご感想、身近にあった出来事など、お書き添えの上、必ずおところ、お名前。 連絡先、電話番号を明記してお送りください。プレゼント応募には、アイコット場が必要です。はい、今日のアイコットは。バブルガムブラザーズ。

八零九九零九零メールはおばあちゃんアットマーク mbs 一七九ドットコムハガキは郵便番号五三零の八三零四 mbs ラジオそれレけメッセンジャーそれぞれのテーマ係までたくさんのメッセージお待ちしています。はい、もおばあちゃんも十四回になんてだいぶなあもう回慣れてきて。本当ですね。えー、ちょっと最近あれもね。ふ、はい。うてうてしか。何 <laughs> ですか。ウイウイしたがなくなっい <laughs> <こ> <laughs> これからやっぱり、思い出ももんでいいかなあかんなって思ってますけども。<laughs> 俺も言いたいこと言おう思ってます。<laughs> <laughs> もうあの整形ぐらいからちょっとやばかったもんなんじゃこいつ思ってたからね。<laughs> <laughs> いや、もう9月いっぱいで終わりますて、<laughs> はいはい、あ、そうか、北野さんももうプロデューサーそろそろかは、まだ、うそうなん、ですよ、ね。もう少しで変わりますので、また新規のね、あの、我々も10月、力のバランスが変わりますね。九月、力いっぱい入れたいと思います。<laughs> お会いの私別、メッセはこれだと。はい、は梅山あかねでした。また来週。さよさよなら。